サビ EHK。 はい、タビです。というわけで今回は人生振り返りということで、まずは幼少期からお話ししていきたいと思います。前の、北海道移住した話で、言いましたが、私は神奈川県の横須賀市に生まれました。そして幼少期、もう物心ついた時にはですね、ドブ板通りに住んでたんですね。ドブ板通りといえば、横須賀の、テレビ番組があったら必ずと言っていいほど出ますよね。この前横須賀に行ってきたんで、その時の映像と写真を、出そうと思います。横須賀といえばまずはスカジャンじゃないですかね。ドブ板通りで、何店舗かお店がまだありますよね。わー、スカジャンいっぱい売ってます。そして、変わってしまったとこもありますが、いまだに昔からの、お店が、残っていて、昔の、趣がまだ残されてますね。そして今では、横須賀バーガーや、海軍カレーかなが有名になって、観光客も、旅に来ているようですね。この前久しぶりに、40年ぶりに行ってきたんですが、私はそのドブ板通りに住んでいた時、幼稚園は、すぐ近くにある、横須賀幼稚園というところに通っていました。ドブ板通りの真ん中あたりにありまして、そこから階段で、結構何段もある階段で、登っていった、上に幼稚園があるんですよね。わー、この階段懐かしい。わー、横須賀幼稚園懐かしすぎる。なんでかって、ここ買ってたんですよ。その時の思い出といえば、入園日だったかな、初めて、その横須賀幼稚園に行く時に、やっぱり、行くのが嫌になって、その長い階段の下で、もう行きたくないと言って結局、行かなかった思い出があります。いやー、そんな時も私にはあったんですね。そして、その時は、おじいちゃんおばあちゃんがいましたんで、おじいちゃんおばあちゃんとの思い出といえば、まずなんでドブ板通りに住んでたかというと、おじいちゃんおばあちゃんがお店をやってたんですね。国道に面したところで、近くに、ベース米軍基地がありまして、その、兵隊さん相手に、お店をやっていました。昔は、日本のお土産を、売っていたと聞いています。そして私が、生まれてからは、洋服屋さんですね。洋服を、売っておりました。その時の、エピソードといえば、もう今は亡き、おじいちゃんおばあちゃんとの思い出ですが、その時食事は、うちは、共働きの家だったので、ほとんどおばあちゃんが作ってくれてました。そしてお昼は、お店をやっていたんで、まあ、食べる時間があまりないので、お客さんが来たら相手しなきゃいけないので、本当にすぐ、食べれる、食事で、今でも一番、覚えているのが、食パンですね。普通の食パンにを焼いて、バターを塗りまして、そこに、輪切りにスライスした、トマトを2切れほど乗せて、
マヨネーズをかけて食べるという、超シンプルな、昼食なんですが、もうその時の思い出としてやっぱトマトにマヨネーズ乗せたあの味ですね。それと、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に食べるっていう、思い出が合わさって今でもなぜか鮮明にその時の様子とか味を覚えてますね。いやー、こうやって動画で語る時が来るなんて思わなかったですね。そして、洋服屋さんをやっていたので、定期的に、仕入れに、洋服を仕入れに行くんですが、それが浅草だったんですね。その時、近くに京急の塩入駅と JR、 今、昔は国鉄の、横須賀線の横須賀駅の、鉄道の駅がありまして、京急の方が安くて早いというので、いつも、浅草まで、仕入れに行ってましたね。そしておじいちゃんと一緒に行くんですが、仕入れに行くとき電車に乗るのが私は嬉しくて、電車に乗ったら、あのロングシートの、席に窓に、膝をついて窓に向かってこう外の景色をずっと眺めていくという、まあ、そこから鉄道好きになっちゃったんじゃないですかね。まあちっちゃい子だったらかなりのてっちゃんっていう感じですよね。それで浅草までは、京急は都営線が、直通運転してましたので、乗り換えなしで、浅草まで行けたので本当便利でしたよね。いや、何回かおじいちゃんについて、行った記憶があります。そして幼稚園時代の思い出といえば、なぜかその頃から、虫歯になることがありまして歯医者に、そんな小さな時から、行くようになっちゃったんですよね。そして歯医者がなぜか近くの歯医者ではなく、横浜、確か上岡だったかなにある、歯医者だったので、それも京急で、幼稚園が終わってから、母親に連れられて電車で歯医者に行くという、まあ本当歯医者は、普通行くのが嫌いとか嫌なんですが、なぜかその時は電車に乗って行けるというのと、あと歯医者が終わった後ですね、本屋に行って好きな本を買ってくれるというので、なぜか今でも記憶に残ってますね。で、何の本を買ってもらったかというと、もうもちろんお分かりですよね。京急の、電車の写真が載った本を、いつも、買ってもらっていました。それを買ってもらって家でもうゆっくり何回も京急の載った写真を見て、なんか嬉しくなってましたね今ではすごい、いい思い出となっています。まあ、今実家に、まあ、たまに帰る時もありますが、もう羽田空港から京急で、一本なんで、やっぱり、私は、鉄道好きで京急乗ってしまいますね。あと京急乗ったの前面展望、一番車両 の、 あの前に行って、景色が見れるので、まあ、本当独り占めできる時もあるんで、あれが本当たまらないですよね。いやー、前から温めてた。いやー、前からやりたかったこのシリーズ、この先はどんな人生でしょうか。また続きを次回の動画でお楽しみに。旅でした。
ちゃんちゃかんちゃん。旅、旅、旅チャンネル。見てくれてありがとう。じゃーん。